光と闇の差ぐらい。かわいいじゃん。向こうが好きな子はどうしようかな。じゃあやばい、触られたらめっちゃやろげやろ。やっぱ池ちゃんが一番かな。まだ飲めるぜ。お疲れです。お疲れです。お久しぶりです。失礼します。何分？90分？2時間で1人が食べ物、うん、2人と食べ物、合計は5人？4人です、4人です、うん、もう1人、3層ね、はい、あ、東京さんじゃない、地方で見てる人、東京で食べ物だ、いいんじゃないかな。あー、田舎はないっすよ。値段の競争が激しいから。東京も2回目だね。2回目です。その動画を覚え見てる人って相当レアだ。正月あった正月、うん、はい、日本語で分かった特にその話と。そうですよ、日本、あ、そうですよ、日本岡部が、あ、そう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 、岡部やめたのかな、振られたのかな。コメントがないから、はい、出張行って僕も思っとった。ちょっと問題いっぱいやらかしてるけど、ちゃんと真面目に働いてます。その動画でめちゃくちゃ有名な女の子で、イケちゃんが怒って女優みたいな、おっち系 YouTuber で言っとるじゃん。一人ぼっち、一人ぼっち。富永君と中学校が一緒。中学校。うちの動画に出てよみたいな。飲み会同士に出てよって。その時だからね。そうっす。いいですよみたいな話じゃない。年明けのその動画で池ちゃんコラボしてくださいよと、お願いしますという動画を上げました。ああ、そうだそうだ。そっから連絡をすると、なんといいですよと。池ちゃんは多分塗り替え道場に会いたいんじゃなくて同級生に会いたいんやと思う。そうそうそう、向こうの方が全然格上だから。フォロワーは50万ぐらいですね。一人で喋ってるだけで再生もあるわけでしょ。再生数稼ぐために授業に何やってしまうかとかってなっちゃうから。眠くなっちゃうよ、ネタが。学校ではどういう感じだった、中学校の時。中学校の時ではもう、イケちゃんとの光と闇の差ぐらい。どっちやったり、はい、イケちゃん。緊張しないな。楽しみですね。25です。代で言えば26の年です。26？イケちゃんは25でしょ。ねえよ。好きになっちゃったらどうしよう。ダメじゃん、向こうだよ。僕もそう心配してました。僕も向こうが好きになったらどうしようかな。俺だって。そう、僕のこと。どうしようかなって新幹線で考えとって。まだ知らんやからね、これ。気づけることになるなって。これ、僕が見てちゃうのって。やばいっすよ。こんにちは。回ってます。あ、こんにちは。はじめまして。こんにちは。大丈夫、久しぶりです。お願いします。どうぞ。迷子になってました。お願いします。本物だ。本物だ。本物だ。顔がちっさい。透明感。え？ちょっとこの動きじゃないでしょ？え、でも10年ぶりだもん。卒業してぶりだし、しかも別に学生の時仲良かったわけじゃない。当時は人って感じ。あ、そう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 。同級生の会話感動なんか俺。同級生の会話じゃん。俺のことはがっつり覚えてる。だってちょっと悪だった。ちょっと目立つ悪だった。この出会いに感謝をしてる。中学校ぶりなの。そうです。中学校、あ、会ってないでしょ。会ってる。地元どこだ。秋田です。あ、秋田で。なのに名古屋で、僕は名古屋の人です。すごい縁だ。全てがもう運命です。この運命に感謝して。乾杯。キモって言われてる。うわ、でもいいじゃん、中国の時の会話で。でも中国で喋ったことあったことある？ないことはないけど、覚えてない。覚えてない。でも喋ったことは絶対あるよ。いや、でもさ、私は割とさ、大体の声かけられたら喋ったけど、そっちはなんか自分の体だけ。あ、こっちの方がちょっとじゃあ尖ってたじゃないですか、当時。自分でなんかそういうの僕あんま言いたくないですか。確かにやんちゃはしとってたの分かるっすよね。あ、分かる分かる。あ、スカイじゃない。どういうキャラだったの、中学校で。マジでなんかその動画の中でおちょこっと見たり、そういうなんかちょっと私陰キャですみたいな。そうっすよ、ほんとそうっす。かわいいじゃん。同級生に見えんね。どういうことですか。いや、若く見える。的に、あ、25って聞いて、あ、25なんだって。会社で仕事しちゃうのかな。まあ、10年経ればね。まあ、そうやって言われるぐらい頑張ってはいます。うんうん、嬉しいし、よかった。めっちゃ嬉しいし、ていうか、そうですね、同級生がこんなに活躍してる、嬉しいですよ。だけど、乗り換え道場なかったら連絡できんでしょ。いや、中学の時人とかっていきなりインスタに連絡ってできんと思うよ。しない。もう有名人になっちゃうと思うから。そういう関係では、しづらいと思う。
大学はこっちだから。あ、大学でこっちに来たんだ。あの、口紅塗ってるし、使っていい？いいっすよ。マジで？あれのいいじゃん。でも意外と結構喋りやすいっすね。喋る、全然喋りやすいっすね。俺、寝てるから。もうちょっと性格も取れてる。私も悪くなった。そういうことか。学校的に頭もいいし、別にそんな慣れたくないしみたいな。いや、なんかすごい尖ってた、私も。そう、中学校だよね。でも僕はその生き方は好きっすけど、結局人生で一番ストレスなのは人付き合い。失礼します。まあ確かにね、はい、でも人に救われることもあるね。あ、もちろんもちろん、うん、今人付き合いが結構する方だった。いや、今は別にもう余分にはいらないやな。すごい人だよ。いや、でも全然友達もいるけど、仕事柄結構人と会うでしょ。いや、会わないっすよ。 YouTuber で会わないっすよ。誰とも会わないっすよ。俺なんか結構会う。仕事だから撮らなかったら、ね、一人でいたしかない。いい、一人で撮って数字見てるから。いや、まあ伸びてないですけど、でも私は動画も一人やってて、マネージャーも全部一人やってて、マネージャーもいないし、事務所入ってないし、全部一人やってて、すごいな。だからもう本当に一人、めっちゃ動画増やしたい、頑張りたいっていう感じでもないよね。1週間に1回ぐらいだよね。俺もちょっと確認したんだけど、その当時なんかそんなにガッツリやってますっていう感じでもない。なんか趣味じゃない。2年前は毎日動画最初頑張ったんですよ。毎日投稿してて、で突然、ああ、なんか資格取るかと思って資格勉強し始めて、私同時に2つのことできないんですよ。うん、あ、なんかそれ動画で見たな、俺。マルチタスクできなくて、うん、あ、やばいってなって、またやり直そうと思っても、あんまギア上がっていかないから、うん、でも自分一人で撮れるっていいよね。それで伸びるんだ。俺一人で撮ったら、こうして喋っとるんだって始まっちゃうよね。こいつなんか偉そうになんか喋ってたこのジジイみたいな感じになっちゃうよね。こうやって連絡が来た時に、会ってみたいって思うか。あ、そう。それが聞きたかったね。なんで会ってくれたんだろうと思って。連絡どうしようね。あまりメリットないよ。当時の僕しか多分知らないと思うので、絶対会いたくないよね、あの時の。笑ってる。いや、でも本当になんで会ってくれたんだろうって、絶対僕ないと思ってたんですよ。お願いはしたけど、まあ無理だろうなってどうせ、と思っとったらコラボ決定しましたって連絡が来て、なんでみたいな。人から好きだったんだよ。そんないい話ない。あ、いや、それはマジ。久々に会ってみたいなぐらい。だって顔かわいいじゃん、なんかさ。僕ですか。うん、なんか俺かわいらしいっていうかさ。視聴者は別にどうでもいいってことだから、イケちゃんのこともっと聞かせてくれとか。確かに僕の話はいいですよ。仕事終わらせてったらあんまり撮影ないんですよ。明日撮影なんですよ。え、茂とか水着とかそうです。そうなの、お酒飲んで大丈夫。かわいい。撮影とかやっぱインタビューとか以外でそういう仕事がめっちゃ増えてる。マガジンの表紙からちゃんちゃんと。うん、一面一人やったっすもんね、マガジンかなんか。そうそう、ね、俺確かに一人で。同級生がコンビニ行ったらいるんすよ。雑誌コーナーそうだよね。あ、そりゃそうだろうね。いや、すげえなってやっぱ。あ、昔の友達は連絡来る人は来るんだよ。これ行けみたいな。あ、でもめっちゃ喋るもんね。そうです。そうすると全然違った。全然、もう全然喋るのは苦手ではないんだね、じゃあ。ブログになると喋れないから。おー。じゃあ、マンツーマンの方が喋る。喋る。あ、みんなの前で発表とか。あ、わかんない、誰が。あー、全然想像と違ったもん。そうですね。テレビ YouTuber って勇気いったでしょ、最初は。まあ、そうなんです。結構、ガガツイタイプのインターネット。昔から可愛かった。あ、本当このまんまで。結構告白とかされてるんだよ。あったね。もうちょっと。だよね。だよね。高校共学？めっちゃ告白とかされてるでしょ。モテたでしょ。まあ。そうかそうか。そういう人はもう全然連絡取ってない。連絡取ってないけど、風の噂で常に情報はチェックして。全部のこと。え、未練がある？未練があるわけではないけど。やっぱり気になるんじゃない？いいやつだったなって。あ、いいやつだった。でもそうね。いや、僕、はい。取れたよ、今顔。可愛いっすね。殺されないかちょっと心配になってくるっすね。いや、少々俺が戦えると思うよ。絶対そうっすよね。そういう子じゃないから。私なんか、結構仕事の悩みなんですけど、魅力をマジで感じたことがない。多分女の子は結構いると思うんですよ。いや、今の子って、そういう子多いじゃん。全然いいと思う。全然いいと思う。じゃあ俺の情報一回リセットしてみたら全然いいんじゃん、言えるの。いやだけどちゃんと言える人だもん。
いや、あの、見とって。いや、毎回見てんだよ。あ、もう見てます。めっちゃ見とるんですよ。あ、マジ水着写真なんか撮ってる。どうやって。何も変わらんけど。うん、これもう恥ずかしい、本当に新しい質問しようとしようと俺が恥ずかしい、なんかまとまっちゃった、なんかあ、そう稼いでもっとこんな面白い動画っていうよりは、今は自分のありのままを認めてくれる人が応援してくれるのが楽しい。細かいから言いたいです。そうなんで動画的に面白いの撮れるかな、まあ、いや、それもあるし、横にしないよ。ああ、確かに。なんかいいんじゃんって言ってもなんか言えないとか、こういうとこ。なんかいいじゃんって言うよりも、まあ、人に勝手に残してたみたいな。そういうことだよね。別にそう、人好きじゃないっていうか、自分の世界持ってるだけで、人になんか言われたら、あ、すいませんみたいな感じじゃないじゃん、ね。いや、私絶対謝らないです。それなんか、なんか分かんないけど、悪くない、絶対謝らない。悪くないよね。あ、悪かったと思ったら絶対謝ります。悪くなかったら絶対謝ります。でそれに自分を押し殺してとかいじめられたのにみたいな、俺の陰キャってそうそう、まだいじめられっ子みたいなイメージだったけど、ああそういうことなんだ。はっきり自分を出せないいじめられてなかったよ。いじめられてはなかった。でもそんな感じだよ。だから YouTube をやり始めていきなりうまくいった。うーん、まあでも割となんか2019年9月に始めて。2019年。はい。あ、じゃあ本当に最近なの。まあ最近ですから。3年ぐらい。3年ぐらい。2019年9月に始めて、まあ、始めてすぐなんて定期的に更新しないじゃないですか、うんうん、まあ、月に1回編集を覚えたてくらいの、うんうんうん、1ヶ月頑張って1本できたみたいな感じで、月に1本出しつつみたいな感じで、なんか気が付いて4月ぐらいに行って、うん、で、これからじゃあ週に1本頑張ってみようかと思ったタイミングで、うん、なんかバグれ、なんかバグれとか言って思ったことになって、みんな大切を祝ってもらって、あ、そうか、で、うわ、チャンスじゃんって言って、で、そこで動画をなんか毎日レベルに出してたら、うん、なんか同じじゃあその時はママ稼いだでしょ。俺の話は全然大丈夫ですよ。で、僕がイケちゃんを知ったのは TikTok 見とってイケちゃんが出てきて、うん、最初イケちゃんってまあ知らんわけで、うん、あ、この子かわいいと思って、うん、そしたら私の地元の秋田に今来てますみたいな、 あれみたいな、まあ、まずかわいいと思って、うん、あ、秋田じゃんってことは最初は知らずに見た。あ、知らんすで、それ見てあれこの顔と思って、で名前もイケちゃんやって、あれイケちゃんってこの顔で就航だよな、完全に同級生に、そう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 、で速攻同級生に連絡したんですよ。それで僕知って、そっからもう YouTube やらインスタやら Twitter いろいろ見まくって、うん、すげえと思って、まさか自分の同級生がここまで行ってるわ。インスタでもフォローしてる。あ、もちろん全部フォロー、全部フォローしてる。全部見とるです。2人で飲んでこいよ。じゃそれこそまずいっす。まあ、奥さんは知っとるね。あ、もちろん知っとる。え、知らん。え、奥さん、え、俺も知るの。え、知らんの。子供3人重なの。俺パパだよ。パパ3時のパパ。え、知らんかったの。知らん、知らん。やっぱ顔が変わり方も全然本当に可愛いと思います。純粋に可愛いと思います。奥さんバレてる。あ、それ言ってたよ。ああ、ちょっといいですか。嫁の次に可愛いです。あ、全然いい、全然いいです。嫁になんか言ったとか言ってた。あ、嫁にも俺はこいつが好きだからこいつの動画見るよみたいな。奥さんに、ね、そうそうそう、許可もらっとる。そうそうそう、嫁にも言っとるんです。あの、イケちゃんっていう同級生がおってみたいな。こいつだけは俺好きだから、俺可愛いから。だから、やもんで、ね、嫁と一緒にテレビで見とるんですよ、イケちゃんを。こう 毎晩仕事から帰ってきて、うん、夜飯こうやって出てきて、うん、今日 YouTube 何更新されてるかなって見て、そんな今日更新してるの。あ、そう、あ、いけちゃうんじゃんみたいな、じゃ見ようっつって、今って携帯でテレビ飛ばせるじゃん。あ、そうです、で見ようっつって、うん、まあ、塗り替えもそうやって見とるんですよ、嫁と一緒に。でも嫁ももちろん社長のことも安井さんのことも知ってる。知ってるんだ。奥さん公認なんだ。可愛いって言われてる。あ、嫁に。あ、言われてる。あ、本当そう。結局嫁子供が一番。うんうん、よくする。全部嫁が一番です。なんでそういうこと言うんですか、社長。やっぱイケちゃんが一番かな。いや、嫁が一番。嫁が一番。いや、ルックスはイケちゃんとこっちが可愛いかなって、俺ただ嫁のことが気になる。え、全然イケちゃんと可愛いですよ。使ったのか、使ったのか。どうしたどうした。違う違う、動画回すのやめろ。え、
もうしましょう。お前が一番ノリ悪いでしょ、この画面も。いやいや、社長が一番ノリ悪いっすよ。違う違う、俺は、じゃあ一つだけ言うけど、俺は社長うるせえ、うるせえ。社長ノリ悪い。なんかノリ悪い。なんでなんで、どうした。いや、なんか2件目ないって。お前カメラ止めろって言ったら何も分かんない。いけちゃんが2件目誘ってくれてるんですよ。いや俺はね、やめてよ。誰に言ってんの。自分に言ってるじゃん。社長、社長に言ってる。社長に言ってる。社長に言ってる。はい、2軒目設定しました。行きますよ、行くけど2軒目行ったら俺口説くよ。2軒目行ったら口説くでね、絶対泣いちゃうよ。泣いちゃうよ。絶対来てください。マナ飲めるぜ。全然マナ飲めますよ。マナ全然飲めるぜ、はい、おい、行け。今日どれだけあった。おい、行け。バーガー。どれだけあった。行けって呼んでる初めて見ました。マジで飲みすぎて怒られてる。全然怒られてる。めっちゃ楽しい。全然怒られてる。全然怒られてない。めっちゃ楽しい。いや、本当に飲み友がアルチューって言うんだから。めっちゃいい。めっちゃいい。アルチューの飲み友しか分かんない。いや、めっちゃいい。俺の想像のインケじゃない。もったいない。もったいない、確かに。もったいない、食べろ。計算つくもんだいたい。食べろ、まだ間に合う。まだ間に合う。46歳来られてます。はい、お願いします。受け出してる？ ANA YouTuber。そうなの。50万人。いや、この助手席も有名 YouTuber ですからね。俺もちょっと有名、一応20万人。ねえよ、イケちゃんは酔ったからそういうこと言うの、本当一番だるいよ。俺おじさんだもん。そういうことは本当言わない方がいい。俺おじさんだもん、触んな、触んな、触んな。そういう、だって一番だるいじゃん。触んな、イケちゃん触んな。酔ったからって自分の顔を見せるの。めっちゃ思う。なるほど。本当一番だるい。イケちゃん、イケちゃん。社長、これが50万人まで来た人の教えです。なるほど。見せちゃダメ。自分もこういう失敗をしてきたんです。多分そうだよ。先生、すいませんでした。そうなんですよ、社長。イケちゃんの家行ってみた。ダメですよね。それはダメですよ。ダメ。はい、どうもすいません。ありがとうございます。はい、イケメンでございます。はい、カメラ回り出して緊張するね。さっきまでめっちゃ喋ってたのに。視聴者の人どういう風に感じるか分かんないけど、ちょっと怒られるかもしれんけど、メイケちゃんのいろんなキャラ見て意外と話しやすいですよね。いや、意外とじゃない。話しやすい。全然何でも喋る。想像と聞かれたこと何でも喋る。逆にメイケちゃんの方から提案いただいて、カメラ回さなくていいんですかしね。で、うちの社員がはいはいめっちゃ好きなんですよ。なんていう方ですか。岡部ってやつ。岡部さん、あの子可愛いんですよみたいな話だったら、それイケちゃんじゃないのみたいな。それが俺らが知ってるやつだよ。そうそうそう、なんかテレ盛り上がってイケちゃんこうでこうでこうでしょ。この俺の同級生って一番してやったんですよ。うんうん、そう、今ちょっとテレビ電話つなげたいと思うんですけど、つなげますか。あ、いいですよ。おぉ、つながるんですか。お前に会いたい人に会わしたるわ。覚えとる。ここ、お疲れ様です。お久しぶりです。僕がいるってことは誰がいるかわかるっすよね。これ分かられなかったらどうしよう。とか言ってるんですけど、社長。分かられなかったらどうしよう。イケでーす。めちゃくちゃ可愛いぞ。顔めっちゃちっちゃいぞ。もうにやけてしかいない。本物だって。イケでーす。お前画面録画すんなよ。SF ファンじゃないよね。本当にファンっすよ、ね。うん、前結構熱かったもんね。そう、この前本当に名前出しただけで、え、知っとるっすみたいな。イケちゃん知っとるみたいな。いや、でも知ってるっていう人ってあんま動画見てないんですよ。あ、そう。昔知ってるみたいな。昔見てたイケちゃん、今知らんけど。ああ、なるほど。確かに。なるほど。聞いたことある。知ってる。最近は知らん。YouTube あるあるっちゃあるあるね。なかなか塗り替え道場でこういう企画なかなかないですけど、ないですね、ないですね。可愛い女の子に言ってまで、まあ俺も一応動画どういう風になってるか分からんけど、だいぶマイルドな会話を進めたつもりでございます。最後はやっぱね、いろいろ悩み相談とか、あ、いい子なんだなってことはすごい感じる。もっと言ってください。本当に話しやすかったっすね。話しやすかった。本当に良かったっす。なんか上から来るわけじゃないし、話しにくいイメージあるから。そう、話しにくいイメージが正直僕のもありましたもんね。いや、ただ話しづらいよ。
めちゃくちゃ話しづらいよ、6時間喋って、東京で出会ったら喋る方がいい。6時間喋って、この感じ見てもらえればわかると思うっす。6時間喋ってそれすいませんでした。じゃあもう次ぜひコラボしてください。カメラの前で行ったらしながらよ。え、でも視聴者さんが認めてくれるか別だから。あ、それは視聴者さんからなんか案外つまんないとか、この女誰って言うかもしれないから。いや、それはないから。結構コメント欄来とったもん。まずない。大丈夫ですかね。コメントで評価されたら次出てくれる。出ますけど、でも女性のファンから、うん、まず95% 男性だから。男性からの受けはいいです。イケちゃんの検索出てくるの？出ます。本当に50万フォロワーで、まあ俺ちょっと見たけど、結構水見やつが出るやつは。そんなつもりないですよ。いや、本当基本旅とかグルメです。これは本当に偽の情報。旅グルメ、どんな面白いやつがあるんですか？まあこれ見てほしいってやつは。でも結構世界一人で行ったりしてるよね。あれ面白いよね、世界の海のあのプールのやつ。ああ、シンガポール。ちょっと水着やないか。またスタイルめちゃくちゃいいから。グラビアもやってるんで。あ、そうか、あ、そうか。ぜひそちらも本当に一回見に行ってください。まあね、チャンネル登録ぜひして。逆に C 社吸ったらこんな動画上げられてコメント欄あるでフォロワー減ったんそんなことないです。普段から吸ってるんで別に。ぜひ遊びに行ってください。よろしくお願いします。お願いします。また見てね。あ、ごめんなさい。はい、のまた見てね。かわいい。タレトク好きだぞ。すいません。タレトク。今しかない。